僕たちがしっかりしないとね。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。おはよう。きちんと栄養は取ったかい？エンディアンゲーム、私が頑張らなくちゃ。本日はクエストをやっていきます。クエストはどちらをやっていくかですね。イベントクエストあと 3日、チャレンジクエストもありますが、こちら後回し。3日か、50段がありますね。目いっぱい遊ぶんじゃよ。高橋ゆき、私は至って普通の女子高生だ。よろしくな。普通とは。てる。ということは、よっしゃお、トマ。ありがとうございます。へえ。あ。ええ、まあ。なんてこと。怖っ。ホラーかな。ぐるっと回転させるわけか。いいね、いいね。うん、そうそう。落ち始めた。どこまで進むんだろう。さっき見たので、昔はよく、お、今度はあっちこっちの世界。何？京都で、京都のこういう学校跡行ったことがある。でしょうか？だと思うのだけど。もう。そうじゃねえ。やったにゃ！恋愛シミュレーション。はひー！うふ。にまにま。近い。ありゃ。なんで。ほえ。にゃんと。
ゲームそういえば、すると格闘技は間合いが大事。にゃんと、昔はよく冒険してモンスターを倒すゲームをしてたな。嬉しい。そういえば、やった。マジか。ってことは、お、今点滅して怖かった。野生のはやばい。ちょっといいかな。あ、おいおいおい、こんにちは。それってやばい、必殺きた。勝利すげえ。いいのか。うわー、これマジやばいだろう。マジか。なんだ。156色。昔はよく冒険してモンスターを倒すゲームをしてたな。目いっぱい遊ぶんじゃよ。超強敵クエストも遊べるんじゃないの。難易度高めですけど頑張りましょう。ダメです、挑戦権が足りません。冒険に出発じゃ。かかってこい。朝のトレーニング、今度は私がね、トレーニングを無事に終えられるなんて頑張ってるわね。それでは行ってきます。ふー、案外難しいですね。ちょっと助かりました。すごいです、尊敬です、天才です、憧れます。こんな私でもお力になれるのでしょうか。いいの、大人の女に近づけたよね、きっと。
どん突破していきます。ミミクイムリーミニナイトメア、やれば何だってできるのよ。私はうん、一応今 S今31人ですね。星5が、クエストです。メインクエスト2部を早くやりたいんですけどね。ひとまず続けていきましょう。繋がってますね。美味しそう。あんまりセリフがないな。先輩。16節、こちら光属性です。これかな。陽属性、知能。頑張って皆様のお力になります。うん、あの話、いいな。メインクエストいい話ですね。それでバトル？私に任せんしゃーい。正面突破でいきましょう。もう倒せないんだ。これを使えばいいんだよ。今は気持ちですね。きっと大丈夫。何するんですか。さあ、今のうちに。ほら、しっかりして。きっと大丈夫。
体弱そうなんでリカバリー付与しとく。後ろがから空きだぜ。敵も強くなってる。油断は禁物です。いっちゃえ。いくよ、みんなもお願い。はるかは私が守る。うわー、1体だけか。頭に使う。私がやらなきゃ。お父さんは足が速いから。やったな。この時だね。当たってください。おお、すごい。夢で見た通りの場所ね。何を弱気になってるの。ここは任せてください。まあ、なかなか強い相手なので。私の占いを信じて。そっか、コーンはこれ以上上がらないのか。じゃあコーン使っても知らないな。別の人を使おう。キララかな。あ、でも105でオーバーしてる。これでギリギリっていうとこですよね。なる。よーし、行くぞ。私に任せしゃい。ライバトル。降りかかってきた。はるかは私が守る。
これ初めて聞いたな。そう、この説はバトルだけだった。土属性だな。まあでもこのままでいきましょう。バトルばっかりやってますさっきから。ここは任せてください。恨みっこなしだからね。何するんですか。どうかな、今かな。痛いです。容赦はしませんよ。クラスだったら強いな。余裕で戦ってる。ほらしっかりして。守りもしっかりしなきゃ。まだ。魔物ね。この術使います。いっちゃえ。あ、やばい。やはり強い。うまくいくといいんだけど。世界のために私ができること。いきます。ダイアリー強いな。これデバッグやってるんですかね。ここで、うん、準備できてるよ。早く行こうよ。なんだろう、怖いです。悪さは許しませんよ。こうしてやる。やい。守りもしっかりしなきゃ。これでどうですか。順調にスキルを使いながら進んでいってます。後ろがから空きだぜ。今は我慢の時だね。はい、ゴリラ。お、倒せない。結構硬さがあるんかもしれない。頑張れみんな。どうかな、聞いたかな。今
私に任せろやい。はるかは私が守る。倒しましたね。残り2体当たってください。痛いです。ここまでです。まだだ。倒していきます。まだ私だってやる気ですよ。うん、やるしかないね。すごい技やっちゃいます。参ります。キラキラの思い出よ。当然のことをしたまでです。ようやく終わったか。クロモンが次々出てますね。なるほど。ないか。さあ聞いてます。たまにあるな。そんな場所。ああ、おじさま。音楽かな。おお。軽音部。まあ音楽だよな、間違いないな。うん、そうやね。ホワイトハニーをかけて2ってなんだろう。さあ非常に藤川綾っていうのかな、ピンチっていう感じです。うん、もう一回行ってみましょうか。異世界シナリオ中ボスがいそうな予感がします。これ誰かの地の投入しないといけない場面なような気がしますね。今日はみんなでお出かけだね。気を引き締めていきますよ。ボス戦だ。うん、しかし弱い。これでどうですか。
挑戦してみましょう。私に任せろやい。はるかは私が守る。うわー、はるか。あ、まだウェーブ2か。順調ですね。まあボス戦が強いんだろうな、こういうパターンって。案外そうでもなかった。えいやー、恨みっこなしだからね。一人消しておきます。今は我慢の時だね。強いね。当たってください。キラー登場。この気配来ますよ。任せてください。強いな。うまくいくといいんだけど。どうかな、キラかな。キラかな。今度はキララが。はい、ということで異世界シナリオ担当まで19節まで行きました。今すぐにデバッグ探検隊は 59% ですね。ということは32、3節ぐらいあるのかな。この続きもやっていけたらいいなと思います。次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム